東海道新幹線は8日に発表された臨時情報の巨大地震注意を受けて、太平洋に面している三河安城と三島の間で速度を落として運行しています。臨時情報をめぐり JR 東海は、注意より発生の危険度が高い巨大地震警戒が出された場合、安全確保のため名古屋と三島の間で運転を見合わせる方針であることが分かりました。また在来線は徐行運転をし、拠点となる駅に到着した後運転を見合わせる予定です。一方、名鉄は基本的に運行を継続するとしています。